はい、4時半ですね。ベーコン作ってましたよ。もう随分できましたけどね、大体もういいかなって感じですけどね。これベーコンのちょっと切ったやつですね。こんな油が出るんですよね。すごいですよ、もうこれは美味しいですよ。美味しいよ。ちょっと朝からのが残ってるね。今日は夜何食うかな。もう何もしたくないぐらい疲れましたよね。火吹いたんだもん、ベーコンのね、フレームが。びっくりだよね。まあ後日詳しいことは、ブログで。おい、勘弁しろよな、って感じだよね。じゃあ何作るかね。なんか昼間来たお客さんのコーヒーの残り物を持ってるし。キャベツだね、キャベツ。だね、汁作って終わりにしよう。今日はもう汁で終わり。なんかいろんなものあるけど終わり。もう何もしない。じいちゃんに飯ちょっとなんか作ってあげよう。それで終わり。作ってあげようとか食べていただこうね。もうなんか後片付けもしたくないよね。この後片付けだよね。やっぱね、ご飯を作るの大変なのは後片付けだよね。誰がどう言うとそうだよ。これがね大変だから、みんな足んないんだからさ。やっぱまあまあ大変だよね。もう人生嫌だ、眠くて。今眠いから眠いと嫌になるよね、人生ね。眠いと嫌になるのは人生だよ。何それ。ちょっといい加減にしてください、マサヤさん。いい加減にしてください。なあ、もうどうでもいいや。またベーコンするぞ。今度はできたらあんたにもやるよ。いろんな人にやりたいんだけどさ、やっぱ簡単だったらな、ベーコンとかな、何度かで言っても。それが大変だよね。カレー取るのもまた大変だしさ。さて、きれいな、あれだし。お世話になってる方に、ベーコンだよー。お世話になってるとやっぱ言えないんだよね。まあ、まあ、なんか、あげたい人にあげる。そういう感じですかね。ああ。まずはこう晩ご飯を作るところまでできればいいから、もうこれこうやって片付けていいですからね。今日はなんか娘と奥さんが作って勝手に食べてましたね。ちょっと俺はベーコンに忙しかったね。忙しかったんだよ、勘弁してくれよ。これじいちゃんの酒を入れるやつね。最近晩酌するよ。晩酌って前からするんだけど、向こうでするよ。この間、8時頃あんま来ない、7時頃か、あんま来ないからさ、晩飯持ってってさ、そこに酒入れなかったんだよね。酒は持っていかないようになってたんだけど、8時頃来てさ、一杯やらせてくれ、一杯くれって言ったのよ。来たか、おい。あげましたよね。大喜びして飲んできましたよね。楽しそうだよね。人生やっぱ楽しいのが一番だよ。なんだかんだ言っても。楽しくなきゃなんだよ、楽しくなきゃ。でも病気になるとそれは辛いよね。まあ辛いけど、それはなりに頑張っていくのよ。それなりに頑張っていくんだ、ベビー。それはそれなりに、ね、頑張っていけばいいんだよな。俺も糖尿病がよく見えても。糖尿病だったらもうあれよ、死の病だったんだよね、昔ね。でも俺インシュリンも何も打ってないしさ。死の病。死の病。本当に医者が儲かる病ですね。ちょっと愉快じゃないよね、そういうことはね。もう考えだけで嫌だよね、医者は。ヘラヘラしながらさ。いや、別にヘラヘラしてないか。こんなもんでいいね。これじいちゃんの話だな。じゃあじいちゃんのご飯を用意しよう。
シューを作って終わりだよ、今日はもう。ベーコン入ってきてからさ、どうしよう、あれ。いや、もうみんな行く場所決まってるんですよね。まあ楽しいわな、兄ちゃんな。兄ちゃん楽しいやな。明日日曜日だからね、一日休んで、ザバザバザザバザバザっていきますか。この油捨てなきゃだもん、この油。さっきこう机の上にあったのペロペロ前舐めてたからね。前舐めるんじゃない。人を舐めるんじゃない。いや、油を舐めてた。はい、パー。はい、じゃあおしまいです、今日これで。いや、まだだろう、始まってないよ。まず白菜をいっぱい切ろうかね。白菜この液でたっぷり入って美味しい汁にするか。なんか汁残ってたっけ。残ってないね、あれは汁じゃないね。あー、なんか喉渇いたね。あ、鶏汁にしようか、今日は鶏汁。鶏をこうダツダツと切って入れてやるのね。でもこれあったよ、これ。これ焼かなあかんのか、これ焼かな。参ったな。8時に間に合うように焼こう。うん、子供帰って、子供と奥さん帰ってくるみたいに焼こう。そんな。それでいいことしよう。今は汁作って、それで終わりにします。これ、鶏入れてやろう、鶏と。鶏と豚バラの汁。鶏豚バラ汁。このね、やっぱり肉が入ってる汁っていうのが、やっぱ満腹にしてくれるから、これは絶対だよ。絶対幸せになるよ。絶対幸せになるのがこれ。絶対幸せになるのがこれ。やっぱ。人参たっぷり刻んでやりましょうか。パヤパー、ね、これこのまま人参です。パヤパー、薄揚げはね、あったやもう、なんていうの、冬野菜の王だよね。おお、おお。で、白菜の汁になるだけでいいんだけど、豚漬けだとちょっとコクが足りなかったりするからね。あの、鶏なんかも今日は入れちゃいますよね。まあ、ちょっと薄めに切った方が美味しかろうや。これなんか、昼もこんなことしてたな。でも昼は汁じゃなかったね。まあいいよ、やっぱ。よいしょ。こと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 煮ていけ、ことことゴーゴー。ことことゴーゴー、ことことゴーゴー。いっぱい入ってます。もう OK です、もう OK です。いっぱい入ってます。油は入れないことしよう。もうめんどくせえから。そんなこと言ってどうするの、あなた。鶏のバラ肉からね、これをね、ダツダツと切っていきましょう。鶏の皮がね、すごくあのコクが出ますからね、鶏の皮ってのはね、大変いいですよ。出歯で切った方がいいですね。
乾くようなもんだからな。先に煮た方が良かったかな。水から煮た方が美味しいよね。なんでも、なんでもってことはないか。ダンダバダバダンダバダバダンダバダバダ。あ、ビール飲みって、いや飲みっこないな、そんなにな。ちょっと今日鶏ガラスープ風にしようか。鶏ガラのスープ風にした方が整合性が取れそうですよね。まあどっちでもいいですけどね。はい、煮えたぎってるところに汁をどんどん、はい、どん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 、もうこれでいいな今日は。鶏汁、はい、もう終わり、解散解散物、今日は返さないで。ああ、どうすんだろうな。人生そんなもんだよ。大体な、IT 会社の社長と結婚したからって幸せになるわけじゃねえんぞ。誰のこと。何があったの、まさに。ああ。こんな美味しい料理作るんだからさ、俺の方がいいぞ。それは違うろ。やっぱ年収だよ。年収がなかったら料理も作れないんでしょ。ねえ、ちょっと今日鶏ガラスープ、まだ鶏ガラスープ、パヤッパン、パヤッパン、美味しいかどうか味見するそれはないかね。まだあれ入れてなかったわ。うまそうじゃの。これ麺じゃね。あ、もうなんかいいみたい。うん、なんかあれみたい。なんだっけ、あの薬膳のやつ。鶏がこう土鍋でグツグツ煮られるやつ。あれと一緒なの。大体これ入れちゃいますでしょうね。シャンタンスープの豚の、これ豚の背脂の豚のラードのあのスープだからコクが出ますよね。コクがとにかく出る。コクが出る。パヤッパー、ちょっと醤油垂らしてやるか。とてもいいかもしれないな。でも透き通ったスープの方もいい感じするよね。そうだよな、いつも醤油の味だからな。ここにもうちょっと鶏ガラスープにしちゃって終わりにしよう。ちょっとじゃない、多い多いよ。まあいいよ。ちょっと醤油味に飽きた時はこういう味がいいよね。あ、すごく美味しいですよ。うん、これいいと思います。うん、これで終わり。じゃあじいちゃんの晩ご飯を用意しました。まず はい、おしまい。こっちでしょ、こっち。明日でいいな、ベーコンはな。もう今日は寒いというかやめよ。
何もないけどいいかな。じいちゃんのご飯何してやろうか。まあなんか適当に作るさ。うん、お料理になんかこうザツザツって入れてあげよう。焼き魚に、あ、鶏の唐揚げがあるよ。なんかいろいろあるわ。もう一度盛るとね、なんかこう豪華って感じになるからね。それはいいですよね。これ朝作って中華のあれですけど、豪華って感じになりますからね。豪華豪華ね、もうブロッコリーこれ出ると豪華って感じするでしょ。そういいの。もうブロッコリーとね、あのカリフラワーとこう一緒に炒めてやって、中華の味でで、とろみつけて合わせてやるんだよね、これね。それで出来上がりだから、なんか豪華って言っていいんでね。豪華言っていいの。あと1、2、3、4日でスープつけて終わりですからね。豪華って感じだね。当然のことなのに鶏の唐揚げが来るわけですね。昨日作った唐揚げです。鶏と、年寄りは口小さいですからね、ちょっとこう小さく切ってあげるね。で、この焼き鳥より豪華、かぼちゃでしょ、かぼちゃ2つが入ってると、やろうなって感じで、これあのなんだっけ、砂肝もね、砂肝も揚げがうん、うまい。全然鮭でしょ。あ、ベーコンちょっとここにあるじゃん。これちょっとな、やらねえ、やらねえほうがいいな。明日ちゃんとしたもんあるよ。ね、鮭。うん。これ塩鮭って言ったらしょっぱくないな。ね、これは、うん、白い魚ね、なんとかカレー、骨ダメだからね、骨は抜かして。大体年寄りだからどうのこうのじゃなくて、僕らってこういう感じの食事すごく嬉しいはずなんだよね。そういうのを作るっていうのを目標にしてね。僕はよく皿を数えるっていう言い方しますよね。これ小皿じゃなくて皿の上に品を数えてますよね。これかぼちゃ入ってるから、かぼちゃはもういいよね。俺食っちゃう。はい、やっぱうん、うまいな。これうまいよ。うん、豪華。場所狭いからね、汁はこれに食べましょう。汁ね、箸でまずはつまんであげてね、こういうところはね、青いの。もう鶏がこのぐらい入るでしょ。これ豪華って感じだね。きのこがね、こうやって入って、人参が入るでしょ。鶏はさ、皮の部分だとかさ、こういういろんな部分をこうやってね、切ってあげると美味しいよね。うん、豪華。そう、そう、次が酒だね、次は酒。酒を、酒に溺れて、そんな曲ねえよ。そうな曲だよね、思ったの。これ酒ね、じいちゃん用の移動特に。だってさ、これ半分近く飲んで、これ半分以上。
んぐらいでいいことにしてもらおうよね。まあやっぱこれこう口つけて飲んでるからさ、たまに行くとさ、大体うちに来るんだけど、最近もうなんか面倒くさがってこないよね。あっちで食べますよね。寒いと来たくないんだろうね、やっぱりね。これキャベツをここに入れてやって、ヨーグルトを入れてやって、ご飯を盛ったらおしまいよ。ぱやっぱ。ああ、今日はもう眠たい。ということで、これこのまんまね、ちょっともうあともうちょっと時間経って来なかったら持っていくっていう。持ってこうか。俺もなんか眠し。あ、やっぱ。お、まいちゃん来ましたね。やんないよ、まだご飯は。あ、まいちゃん来た。楽しいね、人生。自分がどういう食事をね、90歳になった時に取れるかってさ、ほんと考えた方がいいよ、いろんな人。あんた90歳になったらどこで何やってると思うって聞いてみ。俺は90歳になってもずーっと自分で料理作ってるからね。いいこと聞いたろ。誰も生き残ってないよね、多分90歳になった時ね。自分の周りで孤独だと思うよ。リバランス類との世界ですよね。なんか本当になんていうの、自分を知ってる人間がいない孤独さってのはやっぱり辛いだろうね。自分が知ってる人間がいない孤独さ。自分がいろんな人知ってたってそんなの何も面白くもなんでもねえやな。これで今日ももういいかな。もうやめ、終わり。じゃあこれ置いてきて俺は寝るよ。ベーコン随分作るのにさ、今日もう生も子も尽きたよ。起伏した本当に。フレームは火事になるとこだったんだ、あやこの家が。大変ですよね。大変ですよねって言って笑ってられねえよね。はい、おじいちゃんのご飯できました。おや、マリちゃんそんなとこにいるね。お前らも食わしてやろうかい。嬉しそうだよね。ほら、これ前のご飯。前のご飯。すっげえよな、これ。どう考えてもこれ、とんでもないよね。これはこれ、この量だよ。でも本当に肉少ない。ほら、うまいじゃん、嬉しそう。待て、ダーン。だから今カメラが外れた。ダーン、ダーン。ダメ、それダメ。ダーン。待て、待てでしょ。待て、待てでしょ。待て。待て、待てでしょ、待て。今知らん顔して食べようとしたよね。待てでしょ。待てでしょ。ああ面白かった。美味しい、あなた。はい、じゃあ皆さんもドッグフードみたいなもん食ってると生活習慣病になるから、前みたいに美味しいご飯食べろよ。おう。はい、じゃあおじいちゃんの弁当ご飯持ってってあげようかね。今日は何もしてません。帰ってきたらステーキ焼きます。奥さんの仕事からね。娘もなんか本屋さん行ってますから。はい、5時です。元気で暮らすぜベビー。